上田商事の作り方、生誕100周年を祝う上田商事の展覧会で、これそれほど、有名な写真とは言えないかもしれないですけど、いかにも上田商事らしい写真です。アヒルが入っているのもすごく、笑えますけれど、子供が、ほぼ背の順に並んでいて、まるっきり奥行きがなく並行して並んでいる、この、並列しているというか、このスタイルがいかにも上田商事的なんですね。どういうふうにしてこれが生まれたのかを考えると非常に面白いと、ものすごく真似したくなる写真ではあるんですけれども、実際に真似したという話をよく聞きますが、その真似したいと思わせるというのはスタイルがはっきりしているという以上に非常に記号的なわけですよね。でそういう記号的なところを上田商事がどうやって生み出していったのか、それは展覧会を見ていただきたいと思うんですけれども、この不思議な感じというのをただユーモラスの一言で片付けるんではなくて、もう一歩先に進んで見ていただけたら上田商事の作品ものすごく面白くなってくると思います。